PCPoSOS をやってみたいと思いますよろしくお願いします 2024年3月4日、アメリカ物理学会 APS の3月学会超電導体セッションにて、アメリカウィリアムメリー大学教授のキム・ヒョンタク氏が室温上圧超電導体と主張する物質 PCPOSOS の研究成果を発表しました。この物質は2023年7月に室温上圧超電導体と主張された L K99 を開業したものとされ、2024年3月10日には査読前論文投稿サイトビクスラに論文が投稿されました。当動画では3月13日に更新投稿されたバージョン2論文の全文を翻訳して解説を加え、動画の最後で査読をしてみます。 査読とは論文を読んで内容の妥当性などをチェックし掲載するか否かの判断材料にする評価や検証のことです。論文の概要。論文名は PBCUPSO 化合物の潜在的ゼロ抵抗現象とその合成法。著者は キム・フク・ゴル、独立研究者とチョン・デ・チョル、超伝導技術ラボ所属。以上のように著者はアメリカ物理学会で発表した研究監督のキム・ヒョンタク氏でも、これまでの日本の LK99 オリジナル論文の著者であるイ・スクベ、キム・ジフンの両氏でもありません。韓国の LK99 研究チームの別の方々と思われます。 ようやく、私たちは、pcposos、pb、10−x、cux、大括弧、p、o、1−y、sy、4、 大括弧閉じ 6O1-ZSZ のゼロ抵抗を再現するために PBCU PSO 化合物サンプルを生成するための新しい合成方法を開発しました。これをデチョルミンギ DM 合成法と呼びます。サンプルの潜在的なゼロ抵抗は IV 測定、電流電圧測定によって観察されました。 1. はじめに最近大気圧における室温 RT 超伝導体の可能性が世界的な注目を集めています参考文献1.2しかし過去6ヶ月間世界中の研究者がそれを再現しようと何度も試みたにもかかわらずゼロ抵抗現象は観察されていません 多くの研究者は、オリジナルの研究チームが行った主張に反して、半導体特性を示すサンプルを作成しました。参考文献3。これは重大な問題を引き起こしました。この問題の主な原因は、発表されたオリジナル論文における、PB10−XCUX 99。 0.9小なり X 小なり1.1の使用の誤りであると考えられます。参考文献12その後研究チームは超伝導成分 CUS 硫化銅2を含む新たな化学式 p b 1 0ス x c u x 大括弧 p 括弧 o 1ス y s y 括弧閉じ4大括弧閉じ6 O1 マイナス ZSZPCPOSOSx イコール3から 6y プラス Z イコール0.3から0.4を発表しました。これは BRBCS 理論によって解釈されます。参考文献45化学式からすると酸素 O の一部がイオー S に置き換えられています。 第2の原因は、室温超伝導サンプルの合成は、一見単純であるにもかかわらず、かなり難しいことです。これら2つの問題に対処することは、室温超伝導体の時代を迎えるために非常に重要です。さらに、MH 曲線が PCPOSOS で測定されました。参考文献6。 mh 曲線とは、磁性体における磁場 h と磁化 m の強さとの関係を示した曲線のことです。フラットバンドは理論的に発見されました。参考文献7。フラットバンドとは、個体中の電子のエネルギーバンド構造が平坦化する現象のことであり、超伝導の起源と考えられている現象です。 本論文では、間結晶に似た PBCU PSO 化合物サンプルを生成して、潜在的ゼロ抵抗現象を測定し、新規で簡単なサンプルの合成方法を紹介します。2>, 2、PBCU PSO 化合物の合成。合成プロセスは次の通りです。 鉛 PB 銅 CU リン P 硫黄 S の粉末をセラミックルツボに入れます。銅リン硫黄の質量比は1 1> 1対,1対1鉛と銅の質量比は2から8対1べての粉末は高純度であある必要がありますしかしこの工程はリンや硫黄の蒸発や作業者の熟練度を考慮すると難しい場合があります図1に合成工程における熱処理の様子を示します。 1> 図1酸素カッターを使用した PBCUPSO 化合物の熱処理プロセス酸素 O は大気中から吸収されます。 この合成法では酸素カッターを使用し LPG ガスと酸素の混合比を1対1に設定します合成時の周囲温度や圧力条件の影響により加熱時間に応じて合成生成物に大きなばらつきが生じますただし一般的には摂氏2000から3000度の範囲で0から10分程度加熱すれば良いです 図2、合成サンプルと銅板の形状と外観 A、サンプル 3B、サンプル 5C、サンプル 6D、サンプル 7E、サンプル3の断面図 F、銅板得られた材料を水中で焼き入れ表面が銅色内部が銀色の金属的な外観を目指します 一般に得られる物質はセラミック層またはセラミック層と金属層の組み合わせまたは PCPOSOS の特性として XRD デーータにに CUS ピークを持つ単結晶になります XRD とは X 線解説法のことで資料に X 線を照射して対象物の結晶構造などを非破壊で解析する 研究分野で広く利用される技術ですセラミックを割る場合は内部に含まれる金属部分のみを回収してくださいこれらの金属部分の磁気特性を調査します合成プロセス中に炭素が混入されると黒色のセラミックが生成されてしまいます プロセス中の炭素の関与を最小限に抑えることが重要です。生成金属物の電気抵抗が同じサイズの銅よりも高い場合、または半磁性特性が弱い場合は熱処理プロセスを繰り返します。半磁性とは外部磁場を因果した時、物質が磁場の逆向きに弱く磁化され、磁場に反発する方向に生ずる磁性のことです。 外部磁場をゼロにすると磁化はなくなります。代表的な物質として水や銅、木などがあり、いわゆる磁石にくっつかない物質です。ちなみに 超電導体の性質の一つであるマイスナー効果は完全反磁性とも呼ばれ強い反磁性を示し超電導体内部に磁場、磁束が侵入しなくなります反磁性と完全反磁性は似て非なるものであることにご留意ください合成プロセスを繰り返すとサンプルの反磁性特性が強化される場合がありますこの熱処理の繰り返しには 単一のサンプルを再加熱することも合成のために複数のサンプルを再加熱することも含まれます合成プロセスのビデオをオンラインで公開しています材料粉末の情報については今後のワークで取り上げる予定です 図2に示すように合成されたサンプルは均一に同色の表面色を示しましたしかし断面を検査するとサンプルの内部は一貫して銀海色を示します IV 測定電流電圧測定を行う場合は同色の表面ではなく脳海色または銀海色の領域を測定することをおすすめします 各サンプルと比較測定に使った銅板のサイズを表一に示します。表一、サンプルと銅板のサイズ。ここで喉を潤わさせていただきます。三、電流、I、電圧、V の測定。 測定は電流ソースにケースレ6221電圧測定装置にケースレ 2182A を使用し 端子間隔 2mm の4端子測定法で行いましたサンプルと比較測定用の銅板の IV 挙動を測定しました図3は100から 100mA の範囲の因果電流に対する銅板の測定電圧を示しています。 図3-100から1 0 0 m a アの範囲の因果電流に対する測定電圧銅板測定されたソースデータにはマイナス -50 から5 0 m a アの範囲でいくつかの違いが示されていますが全体的には銅におけるかなり典型的な線形 IV 動作が示されています接触抵抗と配線抵抗を除去して V 定義デルタ V イコール2分の V プラスマイナス V マイナスを用いてすべてのデータの平均電圧を計算しましたここで V プラスは正の電流 I プラスの電圧 V マイナスは負の電流 I マイナスの電圧です 図4、銅板における0から1 0 0 m a アの範囲の因果電流に対する平均電圧、黒点とそのフィッティング、赤線図4に示すように銅の抵抗は平均 IV 曲線のフィッティングによる傾きより約2 8 7 9一1 × 1 0のマイナス6乗 Ω と求められます。 1.875から 3.875×10 のマイナス8乗オー,ムメートルの抵抗率を計算すると銅の基地の抵抗率の典型的な範囲内であることが確認されます。 次に、サンプル5の測定電圧と印加電流の関係を図5に示します。図5、マイナス100から100ミリアンペアの範囲の印加電流に対する測定電圧、サンプル5、 興味深いことにサンプル5で測定された電圧は銅板と比較してもインカ電流に対して非常に低い電圧を示しました。さらにマイナス50から5 0 m a アの範囲では オームの法則に従った挙動すなわち電圧が電流に比例しているようには見えませんでした0から1 0 0 m a アの範囲におけるサンプル後の測定電圧の上限値下限値及び全体の平均値を算出し 図6に示します。図6、0から1 0 0 m a アの範囲の引火電流に対する平均電圧サンプル5、上限値または下限値の平均値は、それぞれ電流を1 0 0 m a アまで増加または減少させて測定することを意味します。 全てのデータの平均電圧は V 定義 ΔV=2 分の V プラスマイナス V マイナスによって算出され電極の接触抵抗と配線抵抗が除去されます。これはゼロ抵抗を測定する手法です。ここで V プラスは正の電流 I プラスの電圧 V マイナスは負の電流 I マイナスの電圧です。 測定された電圧は超電動凝縮状態のゼロ抵抗とみなされる5 0 m a アの範囲内でノイズを維持しています。ペアが切断されたり形成されたりする図6の A 点の抵抗値を計算すると約 1.5×10 のマイナス7乗 Ω となり図4に示される銅に比べて抵抗値が一桁低いことがわかります。 実際のサンプルの均質性は炭素よりもはるかに小さいですがサンプルが100%炭素すなわちサンプルの断面積が電流チャンネルの断面積に等しいと仮定した場合 抵抗率 R は約 3.9×10 のマイナス10乗オームメートルと評価されます。ちなみに図6には 3.9×10 のマイナス9乗オームメートルと表記されています。得られたサンプル5の抵抗率は最大値になりますが、電流チャネルの断面積が小さいため、芯の値はさらに小さくなります。 この5 0 m a ア以下での抵抗率 R イコール0の凝縮状態の存在はサンプル5が超伝導成分または超伝導層を有することの決定的な証拠となります。このような低い抵抗はサンプル6よび7でも同様に一貫して観察されました。図7はサンプル6で測定された IV 曲線を示しています。 図7-100から1 0 0 m a アの範囲のンカ電流に対する測定電圧サンプル6 図5と比較するとほぼ同じ範囲で電圧が0に近づいていることが分かります。なお、この平坦な勾配はサンプル6の脳会色部分で確認されました。サンプルの表面は比較的平滑であり電気をよく通すことが確認されました。また、図8は、 別のデータセットを用いて、ゼロ抵抗測定法により抽出したサンプル6における超伝導凝縮状態のゼロ抵抗を示します。図8。 サンプル6で測定されたゼロ抵抗。さらに、相互検証用として、金コーティングされた端子を備えた4点プローブステーションを使用して、サンプル5と銅板の測定を実行しました。使用した4点プローブステーションは MS、MSTEC M4P302 モデルです。 図9および図10はそれぞれ各銅板およびサンプル5について -100 から1 0 0ンペアの範囲の因果電流に対する測定電圧を示します。図9 4点プローブステーションを使用したマイナス -100 から1 0 0 m a アの範囲の因果電流に対する測定電圧銅板図104点プローブステーションを使用したマイナス -100 から1 0 0 m a アの範囲の因果電流に対する測定電圧サンプル5 図9に示すように、銅板は電気伝導体の典型的な線形 IV 挙動を示し、図3と比較すると相互検証が成功したことがわかります。一方、図10に見られるように、サンプル5では電圧はマイナス100から1 0 0 m a アの範囲にわたって著しく安定しており、銅板とは明らかに異なる IV 挙動を示しました。 電圧は明らかにゼロに向かう傾向を示し、ゼロ抵抗で測定される凝縮状態を示唆しています。5結論 要約すると、室温 RT 超伝導体の分野において新たな問題を解決するために、私たちは室温超伝導体の可能性がある PCPOSOS に類似した PBCUPSO 化合物の合成方法を開発し、超伝導凝縮状態とみなされる潜在的なゼロ抵抗ノイズを測定しました。 これらの技術は室温調伝導体の応用に適用可能です。測定装置の限界はあるものの、今回の結果はさらなる研究のための有望な道を示唆しています。今後の研究ではこれらの制限を克服し、より高い電流下での化合物の挙動を調査することに焦点を当てます。 依存性 ZFCFC ゼロ磁場冷却磁場冷却磁花対磁場 MH 測定などの結果を含む研究内容を近々公開する予定です。近くの査 本論文は他の査読前論文でもしばしばあるように、スペルミスや数値ミスがいくつかありましたが、わかる範囲で私が修正した上で当動画を構成しました。また本論文には第4章が存在しませんが、これも表記ミスと判断しております。 本論文は1はじめに。」で示されるように PCPOSOS の MH 曲線を測定したとする参考文献6を根拠に PCPOSOS が判事性を示すことを既成事実前提としています。 さらに、フラットバンドが理論的に発見されたとする参考文献7を根拠に PCPOSOS がフラットバンドを持つことを既成事実前提としています。その上で、 半自性を示しフラットバンドを持つがゆえに残るはゼロ抵抗を観察できれば PCPOSOS が室温超伝導体である可能性が高いという論証を展開しています。しかし参考文献6を精読したところ 参考文献6は PCPOSOS を測定したものではなく LK99 を測定したものでした。従って本論文にて PCPOSOS で測定されましたと述べるのは事実に反する可能性があります。また参考文献6で述べられた結論は LK99 が判事性を示すことおよび ZFC、FC、 ゼロ磁場冷却、磁場冷却の分岐が観測されることから、室温超伝導を観測できるチャンスがまだあると考えられるけど、それにはサンプルの生成精度をさらに高める必要がありますというものです。 つまり、サンプルの精度が低い、現段階では何とも言えないとされています。さらに、参考文献6で観測されたのは、半自性であって、完全半自性ではありません。 完全反時性マイスナー効果を示さなければそれは超伝導体とは言えません一方、参考文献7を精読したところ LK99 にフェルミ順位を横切るフラットバンドが観測されていましたしかし、参考文献7で述べられた結論は超伝導物質である可能性が残るのでサンプル合成の課題を克服してサンプルの精度を 高め研究が促進されることを期待していますというものですつまりサンプルの精度が低い現段階では何とも言えないとされています以上により本論文の論証における2つの前提が崩れました そして本論文における測定結果ですが、いずれもノイズが乗っており、ゼロ抵抗を示しておらず、超伝導の条件の一つである完全導電性を示していません。単に銅よりも抵抗値が小さいことが示されているだけです。つまり、やはりサンプルと測定の精度が低い現段階では何とも言えないのです。 以上から言えるのは、本論文は PCPOSOS の研究における進展を示すには至らない内容であるということです。その上、論証の筋道が崩れているので、論文としての対応なしてないと評価せざるを得ません。以上から本論文に対して、メジャーリビジョン、大幅な修正の必要ありの評価をさせていただきます。 ただし、サンプルが銅よりも数段小さい抵抗値を示しているのは興味深いです。銅よりはるかに抵抗値の小さい銅体、常電動体の合成という趣旨の論文として発表されると一定の評価が得られるかもしれません。当チャンネルでは今後も LK99 に限らず超電導に関しての動画を投稿していきます。 チャンネル登録をされて続編の動画を首を長くしてお待ちくださいね <music>